サイパンであったバドミントンの国際大会。女子シングルスで柳井商工2年の宮崎友花選手が決勝に進出しました。先週の大会、決勝で僅差で敗れた韓国の選手とのリベンジマッチ。大接戦にもつれ込みますが、見事優勝。今年9月の世界ジュニア選手権2連覇に向けて好スタートを切りました。女子ダブルスではACT最強のスイズ・ユイ選手が準優勝しています。